こんにちは、ラット好きです。2日目のラットの赤ちゃんたちです。ももちゃんが人に預けてどっか遊びに行っちゃったので、いたずらをしてみました。死んでるわけではないですよ。一応手がね、動いてます。ちょっとこの辺可愛くないですか？手と手が握り合って、なんかそろそろお腹が寒くなってきたみたいです。一斉に動き出してしまいました。今手前に映ってる子は赤目の子です。黒目が透けてないので間違いなく赤目ですかね。赤ちゃんたちはね、まだ小さいので肉眼では見にくいところはカメラを通して見てます。こういうシワとかなかなかね、見る機会もないですし、何より肉眼ではなかなか見えないのでね。女の子発見しました。ちょっとひどい話ですが、ひっくり返ってパタパタしてるとこかわいいですよね。わざとやったわけではないですよ。勝手になってたんです。この子ちょっとひっくり返りそう。ひっくり返るかな。あ、
なんか半分ひっくり返ってる。半分ひっくり返ってる。あ、大変大変。あ、苦しんでる。もがいてる。かわいい。もがいてる。まだもがいてる。動きが変。なんかシロとミッキーがやたら見に来ますね。なんだろう。うさぎさんも来たし。でも素通りしてる。また見に来た。またいなくなった。危ない。あ、踏んだ。あ、踏んでる。あ、ひどい。ちょっと申し訳なさそうに、ちょっと様子を伺ってるけど。うん、かわいそうに。海ちゃん、ふわふわの子とかやたら攻撃するからちょっと不安だったけど、こういうちっちゃい赤ちゃんは大丈夫みたいですね。全然気にしてない。それではそろそろこれで動画を終了したいと思います。見ていただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ラット好きでした。